皆さん、こんにちは。こんにちは。バイキングの時間です。今日は沖縄県那覇市前島にある、かりゆしアーバンリゾート那覇ホテルのバイキングに来ました。同日宿は2200円。今日は祝日だけど、レジの前に並んでた人が、ホットペッパー。あ、ホットペッパーご利用ですねって言ったから。速攻探して何百円分100人110円2200円が2090円だったで食べられました。ギリギリまでやったね。かなりもっと取ったと思う。そしたらいっぱい食べたね。みたい今日はいっぱい食べた、うん、食後に取るからダメなの。いつもさ乾燥の時さやる気ないさ眠いわけよ。眠すぎてさ、うん、いっぱい食べたね。今日はちょっと元気ってよ。いっぱい食べたから。あ、美味しかったって。地味並にいっぱい食べたって、うん、種類もいっぱい。あ、でもご飯があんまり食べれるの少なかったね。少なかった私たちはね、うん、いっぱい今日はパン食べたって珍しいんじゃない。うん、クロワッサン2個とパンをショコラ5個食べた。5個食べた。ケーキも3個だ。ケーキはチョコのケーキ5個となんかスフレ、うんうん、1個とクッキー2個、うん、何が一番美味しかった。チョコレートのケーキとパン、うん、どっちの。クロワッサン。クロワッサンかな。うん、あの上の黒糖キャラメルみたいのがいいかもしれん。うん、美味しかったって。焼いたら美味しいよね。1分前まで取りに行ったよ。まあ2時ギリギリ、うん、いっぱいいたね。お客さんね、意外といっぱいいた、うん、ちょ満席ではないけど、うん、私たちはラストらへんだったからまだあれだけど、うん、いっぱいいたね。何が一番美味しかったかな。サンドイッチ。生ハムのサンドイッチと漬物。漬物きた。いつもの漬物。天ぷらは塩かけすぎたんですよ。うっちん塩、うん、フリッターはあっちが美味しかったね。今までで一番 EM？ うんうん、肉が柔らかかった、ね、柔らかかった。うん、骨がピーって言った。ケーキはホテルにしたしてはさ珍しく美味しかったって、うん、少なかったんじゃない。でも少ないけど宜野湾より、うん、少ないけど、なんか業務用のケーキみたいなじゃない。あー、じゃないね。ちゃんと味がしっかり、多分あれも多分業務用だと思うけどさ。でも宜野湾のよりはもうちょっと上だったかもしれない。あのデジタルで大きい四角の真四角に切ったみたいでしょ。うん、虹で速攻片付けられるから、うん、ちゃんと時間を考えて食べないといけないね。うん、久々に満足したかなね。まあ、あとはお昼寝ができたら最高だったけど、うん、帰る。泊まる。そのままこっちホテルだからね。行ったことはないけど客室。あ、駐車場はその泊まりんのパーキングに止めたらチケットを一回レストランに持って行ってフロントなんかの券もらえるから、それをまた持って帰りにフロントに持って行ったら3時間は無料。3時間は無料、うん、3時間は駐車場無料になります。うん、駐車場から歩く。駐車場からちょっと歩くね。駐車場わからない人迷うよね。で1回エレベーター乗って1階に降りて中央のところの入り口の方に向かっていくと国道58号線沿いのホテルの正面入り口から入ってそこのエレベーターで8階まで行けばレストランから、うん、ここは2回目 ?3 回目 ?2 回目。1回目も2回目も外れじゃないんじゃない。うん、うん、お時間ができたら船乗ってどっか行くかもしれない。フェリーでどっか行く、うん、離島に行けます。ここからフェリーで、うん、曇りだけどね今日はね、うん、天気よかったら窓際の席とかいいんじゃないじゃん、うん、3月号は3月号かりゆしアーバンリゾートホテルでした、うん、はい、今日もごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チャウモゴスミダチャウモゴスミダか。チキモコジポよ。バイバーイ。バイバーイ。ひりひり体が